グラニー。さあ今回もやってっか。1週間ほど前にこのグラニー3をやったんだけど、まあ敗北したわけよ。だから今回は脱出を目指してやっていきます。これやっぱイージーでいくわ。イージー以外だとね、足音で来るらしいんだよね、グラニーたちが。難しすぎるだろ。だからもう歩いてるだけで来ちゃうみたいな。いやー、それはちょっときついから、ちょっとイージーでやっていく。まあイージーでも普通に鬼畜だったんだけどな。音が大切なゲームだもんな、結局のところ。やっていきまーす。よし。最初のこのロックピックは、いい感じ。で、なんかね、コメント欄見ててもやっぱね、このゲームまだ出たばっかだから、全然ヒントのコメントがなかったね。だから自力で解いていきます、今回は。よし、開けた。まずここ開けるのは基本だもんな。で、ここにアイテムなんもない。ここにもアイテムなんもない。これ何入れんだろうな、ここに。なんか、壺っぽい。この上のマークは水かな？火かな？なんか水とか火の壺を持ってくるパターンなのかな？で、ここは？相変わらず、木がある！今回いいんじゃない？この木燃やせる木だもんね。いいぞ。ランダムなんだな、やっぱりここのアイテムは。はい、もらってく。じゃあ、前回最後の方に煙突を燃やして、煙突は燃やしてない、暖炉燃やして、煙でカラス追い払ったと思うんだけど、あそこまで行けるかもな。マッチはあの位置にあんのかな、前回の位置に。マッチもランダムかな。待てよ。角待ち場はいない。早くショットガン欲しいよな。待てよ。よく見て。いや、待てよ。先に、アイテム絶対見た方がいいよな。こういうとことか。うん。絶対アイテム見た方がいい。開けとくわ。あらかじめ。で、あ、なんだ？あ、隠れることできんのこれ。あ、すごい。初めて知った。隠れることできんだ。待てよ。来んのかな。ここ隠れポイントが2回来てー。けど絶対、うわー、びっくりした。待てよ、隠れろ。よし、どうだどうだ、バレてないよね。よし、入ったとこはバレてない。多分入ったとこ見られなければ大丈夫。おっさんが来たってことは、なんか喋ってるな。おっさんが来たってことは、おばさんは多分2階にいないと思うんだよな。どうだろう。あー、上上がってた。嘘だろ。でもついてくか。いや、なんで交代した、なんで交代した。あぶねこの見つけた場所万能すぎる。あ、来んなよ来んなよ来んなよ。怖い怖い怖い、震えてる震えてる。一直線に向かってきてる。でも大丈夫、入ったところ見られなければ大丈夫だから、基本的に。よし、おばさんは、おばあちゃんはこっち向くなよ。何の音だ今の。おばあちゃんは向こう行ったと。でもおじさんがまだ上にいると。気をつけよう。大丈夫、あいつおばあさんの方が、うわあ、お前はやばい。何このハサミ打ち、やばすぎない、やばすぎない。ちょっと待って、やばい、危ねえ、ラッシュすぎる。よし、危ねえ来るかな。来るよね。これで1階に行ってくれれば完璧なんだけどな、状況としては。ちょっとあの、始まりからクライマックスすぎないですか。てか、めっちゃ笑ってくれてるわ、俺の実況で。嬉しい、俺の実況でめっちゃ笑ってくれてる。お、左行くかな。あ、いいいいいい、これ2階チャンスだわ。なんでこれ扉開いてんだっけ。おばあちゃんが開けたんかな。いい、2階行こう。行く、やばい、バレた、バレたん。わあ、ばあちゃんにバレたわ。待てよ、これさ、一旦3階行こうか。一旦3階行って、ね、2階なんだけどね。あ、2階だよね、2階だったよね。あ、でもこっちの奥にも扉あんのか。あ、でもこっちの奥が違うはず。そうだよね、違う。あ、でもこっから行けんのか。下降りることできんのか。おばあちゃんどこ行っただろう。いないと信じて。あ、よかった。オッケー。で、暖炉にあらかじめ入れちゃおう、これ。木を。いいね、いいね、いいね。やっぱ分かってるとね、早いね。あー、銃が欲しい、早く。あと、ここは負けるポイントだから。待てよ、開けとこう、あらかじめ。このロックピックが万能すぎる。絶対折れたりすんなよ。よし、いない。多分ね、ここら辺とか、あ、これ、あとこれはね、エレベーターらしいんだよね。ここを通って下に降りることもできるらしい。もう強いよね、それってすごい。本とか関係ないんか。まだ見たことないアイテムとかもあるかもしんないから。
しっかり探索していこう。ランダムだからね、これ完全に。アイテムはなんか来てそうな BGM だけど、 OK。 別に来てるからって BGM が聞こえるわけではないんだよな、このゲーム。あ、いる？大丈夫か？いない。よし、いいぞ。ここも開けとこう。扉基本的に開けとこう。で、何もアイテムとかない感じだよね。怖っ。なんかここある。セーフキー。へえ、ここセーフキーなんだ。やめろ。嘘でしょ。やべ、どっち来る？左からだ。やべ、あぶねえ。こいつでも最近ランクリセットあったからな、エイペックス。多分ブロンズになってイライラしてんだ。いやー待てよ、ここにマッチが前回あったんだけど、ここどっちだっけな、あれマッチないよね。マッチないよね。うわー、一回隠れるか。一回隠れよ。笑ってる。マッチ探さないとな。アップね。いいね、下降りてってくれたのありがたいわ。ここも開くんか。開くか。何もない。ピアノは、あ、やべえ、弾くなよ絶対に。間違えても。3階行こう。3階の奥の部屋もまだ行ってないもんな、ちゃんと。あと、あの壺、あの壺もしかしてさ、最初のあの場所に入れるんじゃない？置くんじゃない？ああ、ココナッツがある、ここに。何もない。ココナッツか。下で割ったらセーフキーだな。でも、ちゃんと降りないと、前回みたいに、足骨折して死ぬから。当たり前よ。2階のね、屋根から飛び降りたらそれは死にますよ。やんべ。やんべ。やんべ。ココナッツみたいな頭したやつ来た。待てよ。気をつけろ。あ、おじいちゃん、そっち行く？いや、でもそっち怖いな。すぐ帰ってくるだろ。わかってる、俺には。今のこれすぐ帰ってくる。で、どっち行くかな？あれ、意外と余裕あるな。こっち奥行ってほしいんだけどな、おじいちゃん。ココナッツ割りて。いやー、でもどうしよう、今のうちに。いやー、でもな、上別に特に見ることないし。おじいちゃん、長っ。おじいちゃん、めちゃめちゃ。おじいちゃん？あれ？まあ、いや、じゃあ行かしてもらいます。一番鉢合わせするパターンだけどな。大丈夫か？ OK、ちょっととりあえず外出よう。一旦。で、ココナッツ割ろう。待てよ。あ、ちょっと急だ。大丈夫、よし。で、あの石あるじゃん。あの石何に使うんだろうね、ほんとに。はいはい、石あったよ。坊ちゃんが喜ぶと言われてる丸い石。これちょっと拾っとこう。でも4つか3つくらい持てんだよね。でもこれココナッツ、ココナッツ割ったら来るから、おばあちゃんが。もういいね、そこにいられるとありがたいわ。すぐ逃げようか。あ、待てよ、先にさセットだけして。ちょっとこれ思ったのは、ここを探索する。アベル大丈夫か。やっぱね、効率が良くなってるね、俺完全に。あ、ありがてえ、マッチ。ここで、ま、うわー、もうお前はやめろって。あいつでめっちゃびっくりするんだけど。いや、銃弾めっちゃあるけど、あとここに謎の水があるんだよね、大量の水。マッチここか。でも鍵手に入るから、ココナッツ割ったら。あ、待てよ、これさ、エレベーターでさ、待てよ、押して乗るんだよ。そしたらほら、これすごくない？これでちょっと先マッチ行こう。これどの部屋だ？あ、めっちゃいいじゃん。今降りたかったな。ちょっと待って、今降りたかった。3階行っちゃう、3階行っちゃう。あー、3階行っちゃった。まあまあ、結果的にいいか。今の途中で降りれたりすんのかな。ちょ、ここ探索するか、先に。ここは何なんだろうね。何かを入れるっぽいけど、マッチ入れられないもんな。マッチ使うもんな、あそこで。うん、関係ないね。オール、うん？なんだろう？人形かな、もしかして。これちょっと待ってよ。いい感じに押して、いい感じに押して、降りるよ、俺は。さっきの階で。止まってくれないんだね、この階では。降りるよ。降りるよ。降りて、おじいちゃんいるとかやめてね。オーケー。門待ちもされてない。いいね。さあ、火つけちゃうか、先に。で、ロッカーの鍵持って、倉庫の鍵持って、下に降りよう。で、ココナッツもつけよう。あ、てか、あれか。マッチは何回でも使えんのか、さては。そのパターンか。これ、ちょっと待って、おじいちゃん来ないよな、今の音で。あ、やばい、来てる。おばあちゃん来てる。やばい、バレたかも。おばあちゃんバレしてる？
うーそでしょ。おばあちゃんバレだよ。あーもう怖い、顔が怖い。ごめんなさい、おばあちゃんに顔が怖いとか言って、ね、これ仕方ないよね。よし、上行こう。オッケー、あの倉庫の中見える。え、ちょっと待って、なんか今回めちゃめちゃサクサクじゃない？え、別人？別人がプレイしてるのでは？あとこの装置なんだろうね、この赤い装置。うわ、びっくりした。あいつ、あいつは怖くない別に、うん、もうただびっくりするだけ。一番厄介だけどね、ある意味。てかもうなんか夜が明けてきてるんだけど。よし、こっからゲットすると。これさ、またあの、よし、これまたあのさ、エレベーター使った方がいいかもな。エレベーター使った方が、おお、あーちゃん見てる。でもこっち来れないもんね、あそこ床が抜けてるから、きっと来れないはず。めっちゃ見てる。いや、家の構造どうなってんだそれ。なんでその仕切り、上まであるだろ普通。笑っとるわ、俺の言うことめっちゃ笑ってくれんな。なんで死んだん、なんで死んだん、ちょっと待てって。おい、ふざけ、ふざけんなって、マジで。今のは、いや今のはやばい。今の死ななかったじゃん前回。寿命、寿命で死んだんか。おい、ココナッツ割ってから行こうかな。計画がもうずれたな完全に。よっしゃー、これが、あ、ウェポンキーかこれ。やーべ、ウェポンキーってどこの鍵。いや、ウェポンキーなんだけどさ、それはここ、あ、開いちゃったよウェポンキーで。嘘でしょ、やったやった、なんかゲットしたよ。これなんだろう、これ何。やーべ、ダメージ与えられんのかな。隠れよ一回。ダメージ与えんのか、それともこの石をパチンコみたいな感じでやるのか。ってことはプレゼント、空に飛んでくるプレゼント撃つんだろうな。あ、それ動物の森だ。ショットガンは多分あのあいつらを足止めするように使うと思うんだけど、このパチンコはもしかしたらあの上にある壺を落とす説は大いにある。気をつけろ、大丈夫か、一回閉めようか。いて、何、やば、何何何、え、何、はあ、やばい、マジかー、そのコンボはやばい。いや今のは逃げれん、うわ悔しい。おい、広告出てきた、じゃんけんの広告だ。なんで水着でじゃんけんしたの、何、脱衣、脱衣じゃんけんすんな。うわ、見えやすいとこに罠、こんな罠誰が引っかかんねん。はっ、あぶね、やーべ、それは痛てショットが当たるときあるんだ。ごめん、エイムが悪いとか言って。この広告なんなん、さっきから。やばい、ラストデーだ。うわ、まあまあ、ちょっとでもね学べたから今回の、まあ5日目で脱出する気でいるけどさ、俺学べたからよしにしよう。でもちょっとでもなんかヒントをいただかないと、次に持ち帰らないと。でもやっぱね、デイワンが一番行動しやすい気がする。あ、やばいやばい、暴れてる暴れてる。5日目だからテンション上がっとるわ。もうあいつ死にそうだなとか思ってんのかな。だとしたらすげえ恐ろしいな。サイコパスどこの騒ぎじゃねえな。まあ俺も血だらけだからな。5日目大切にしていこう。とりあえず、上に登らないといけないから。うわ、びっくりした。大丈夫、あいつは大丈夫。とりあえず上に登んなきゃいけない。待てよ。来てんのかな。なん大切にするべき5日目が、どんな死に方、これかい。もう前回見たわ、このこの謎のエンド。今回は助かるよ、学べよ。近づいてたら死ぬからなお前らも、学べよ。今回は一家心中すんなよ。いや、学んでなかった。もう一回やる。さあ行こう。アイテムなんかあったりしないかな、ここ。今回ないパターンか、アイテム。おお、また木を探して燃やさなきゃいけないと。さっきはまあまあ難易度が優しかったんだな、じゃあ。あの木があったっていうのは。いや、全てが良かったんだよね、多分さっきのは。
そ悔しいな。いるじゃんもうそこに。これ空いてるってこと。あ、おじいちゃんか。怖っ。でも別に相手も何もない。これでもさ、上チャンスなのでは？おばあちゃんがいなければ。おばあちゃん、いないかい？いるね、多分ね。あっちにいるね。一応ここ見とくか。ここおばあちゃんいないもんね。よし。で、しっかり開ける。うん。なんもないか。はい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 。はい、おばあちゃん。はい、大丈夫。下からおばあちゃん。おばあちゃん？こーわ。さっきそんな入ってこなかったじゃん。やっぱ1日目はちょっと元気なんだな。もう許さないからな。許さないかんな。橋本かんな。ココナッツ割りてえな、早く。そしたら、あの、パチンコが見つかるわけだもんね。ここ怖。なんでいんの？いや、うん、まい。ちょっと待てって。じっちゃん、やばい。それはやばい。まあ、当たるわな、あの距離のショットガンは。でもさ、扉あったじゃん。見えてないじゃん。あるかな？お、トランク開くんだ。おー、なんもねえ。これ初めて知った、でも。これ、うわ、こいつ、こいつ来んな。これ取ったら来んな、こいつ。何？なんかすげえドキドキなったけど大丈夫？心拍数やばいけど。これあれ、何何何す、え、何めっちゃ来て、めっちゃ来て、めっちゃ、何何？え、何めっちゃ顔赤くなってる。何何これ何これ。この人形何なん？ちょっと待て。やべえ！うん、まじっちゃん。え、あの人形何なん？うわぁ、デイ3か。でもこれさ、あの、女の子を、関係ありそうだよね、あのクマは。あ、落ちてますね、あそこに。あの人形を拾って、上に上がるわけなんだけど、絶対に、これ先に、あのエレベーターを下に下ろしとかないと死ぬ。じっちゃんに撃たれて。そんな待ってる暇はない。だから、先に、良い周到な僕は先にね、先にあのエレベーターを下ろしてきます。ここじっちゃん怖いんだよ。じっちゃん角待ちしてる可能性ある。もう、こいつやば。大丈夫かな？よし。これ下降りてきてる？下降りてきてるのかなこれ。わかんねえ。どっちか。この音とかでも反応すんのかな、じっちゃんとどっちは。降りてきてんのかあれ。あ、降りてきたね。よかったよかった。やっぱ下がってなかった。よし。でだ。いや、怖すぎる！そっから出れねえよだから。うぃ。はい、じっちゃん。はい、最近エイムの調子いい、じっちゃん。大丈夫、ここにいれば大丈夫。外出てけ。よし、いいね。じゃあついてくか。いや、すんごいやばいことが起きてる。でもいいぞ、両方そこにいるということはな、逆にチャンスなんだ俺にとって。よし、逆にチャンスです。これはこれ、じっちゃんが戻ってこなければ勝ち。右からね。はい、戻ってこない。で、じっちゃんはどっちへ行った？それが分かればもっと最高だけど。はい、ちょっともたついた。やばすぎ。これ、あの女の人来るかな。あの女の人1回目だけなんだ。よし、しっかり距離取って。じっちゃんのエイムがすげえ冴えるから。おばあちゃん来てるよね。じっちゃんどこだ。終わったかも。エイム冴えんな、エイム冴えんな。じっちゃん左回りしろ。ああ、終わったかも。もう、まあそれはやばい。4日目だけど、人形はいい位置に運べたね。あそこの人形即取りに行ってエレベーター乗り込めば。もう、なんであの人形、何があんの、何がついてるの、あの人形に。おばあちゃん来るでしょ。おばあちゃん引きつけてから。いやー、でもじっちゃん怖い名前から来そうだな。え、じっちゃんのマジエイム力がすげえ上がってんだよ。じっちゃん2階でいてくれ。で、間に合わないでくれ。ここまで来んの。もう !1 回ドロップしよう。じっちゃん。じっちゃんやめて。じっちゃんやめて。じっちゃんやめて。え、これ何？ドキドキずっと乗ってんだけど。やべ。距離あるから大丈夫だ。これ一周回れば勝てるな。危ねえ！これ一周回れば勝てる。
粘ろう粘ろう、長期戦にしよう。いや、いけそう。よし、落ち着いて。もう最悪最悪なことが起きた今。なつで泣ける。いや、これ最悪の目覚めだな今日。これもう5日目ってきっつ。待って、来んなよ。いや、バレんのここ。なんでバレた今。こっち来るでしょ。なんか動き早くなってない？若干。うわー、ダメだ、終わった。もう一回やる。よし、来た、いいぞ。皆さん、もう3回目ぬると始まってます。あと1回もう死んでます。でも気にしないでください。よし、テディ絶対届ける。これ上がればだってテディだもんね。来た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 、ここ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 上がってくれないはずだから、あいつらは。あのおじいちゃんおばあちゃんは。でもあの女は来れんだよな。ここだよね、違う、え、違う、ドロップか、あ、違う、入んない入んない入んない、え、ここじゃないの、あの車椅子かな、こっちの上、さては違う、あれ、ここじゃないの、あ、いけた、うわびっくりした。え、じゃあ浄化された、あ、浄化されたっぽい。あ、消えた、パトロック機消えたんだ、あの女の人。やった。あ、テリーやっぱ重要なんだな結構。やべ、ここにも壺あんのか。なるほどね、こっちとあっちの壺をまた持っていくんだろうな、下にきっと。これどこの鍵だろう。パッドロックキー、なんだパッドロックキーって。キッチンちょっと見てみるか。ここも見とく一応。なんもない、全然マッチがないな。あった、話をすればマッチで、木は、木はないと。ここにもない、一応見とこう全部。話しかけてんね。うえ、ここにハンドルあんの。ちょっと待てって、ここにハンドルあんの。上上がるか、これ下降りてきてる。一応ここに置いとこう。これこの上だったら音なんないもんね、床だとなるけど。あの奥の部屋も見とく一応。大丈夫か、いない、怖いね。ここなんだっけ、セーフキーだっけ、セーフキーだ。開く、これも関係ないもんね。よし、おお、危ねえ、いてしまいいてしまい。よし、やば、3階行こう、奥行こうか、3階の。これは何なのってか、これいまいちわかんねえな。ゲートとかだよ。あぶね、こっち行っても意味ないもんね。あー、こっち行けないのか、板がないから。やべ、バレた。おっと、これやばくね、これ積んだもしかして。やばい、さては積む。急げ急げ、あぶねえ、いい判断、いい判断。いや、どうしよう、パッドロックキーってどこの話だろうねこれ。ちょっとわかんないから一応持ってっとくか、下に。わかんねえからな。一回さ、開けてみる。あれでなんか、ワンチャン降りてきてさ、ワンチャン降りてきたりしないよね。さすがに無理か。いや、無理だと思うよ。そんな、これね、こんなんでね、簡単にね、脱出できるわけがないと思うよ。そんな、ここまでこんな鬼畜ゲームなのに、そんな急に簡単になるとは思わないよ。でもやってみる価値はある。あと俺どこ行って、あんなとこに木ない。嘘でしょ、あそこに木あるよね。だ、これは回せる、あ、回せた、え、降りたんだけど、マジかよ。あー、降りたけどここ開かないパターン、オッケー。まあそうだよな、26だよな、それは当然の安心安全の26。
セコムも入ってます。あの上のやつ取んのめんどくさ、どうしようこれ取れる取れるなるほど、そしたら話変わってくるね。待てよ、ここ降りちゃダメ。一番暖炉に、あ、でもここが近いんか、一番。そうだ、ここだ、ここ降りて、ここまで死ぬからね、気をつけろ。これなんで死ぬの、これなんで、わかんねえ、わけがわかんねえ、なんでこれ死ぬん前回死ななかったところが死ぬようになってんのはなんでですか、教えてください。さっきの最初がバグじゃなくて、もうそういう仕様になったん。よし、完璧。あぶね、あぶね、あぶね。オーケー、なにそれ、いや見逃し出た、撃たないんだ、めちゃめちゃ的だったぞ俺今、忖度を感じた。これでもね、あとね、下げといた方がいい、絶対エレベーターは上から下に行くことないから、まず降りれるから、だから絶対下げとく。で、おじいちゃんはさっきここにいたわけでしょ。いいんかな、降りて、もう行ったかな、おじいちゃん。いやでも歩いてったもんね、さっき、よく考えたら。よし、血だらけだよ顔が。オッケー、でこれ燃やすと。オッケー、これちょっと進めるかな、ドロップここ開けとこう、見通しいいように。でだ、でいけるかな、間に合い、よし、じっちゃんいる、いない、じっちゃん来てたら終わるけど、いない。オッケー、神が味方してくれてる、俺のこと。あぶね、いいぞ。何、あーびっくりした、登れてんのか。オッケー、来た、ちょ早く小屋開けに行こう、小屋絶対武器あるから。セーフキー、あれ、これがセーフキー、ちょっと待って、これ武器ランダムなんか。セーフキーってことは、あのあそこだな、あの地下服のところ、ここだね、セーフキー。なんか血が増えてない、あ、いた、何がある、これで倉庫の鍵、何その2段階。これさ、エレベーターで降りれたら一番最高、エレベーターの位置から。ちっちゃいないよな、いない、ヒソ。これでもエレベーターのとこはおばあちゃんが来れないことが判明したから強い。あ、いるね、じっちゃん。俺はもうそろそろ武器をゲットするかもしんないよ。でかすぎ、これはでかすぎ。よしよしよし、やっと開けれる、ずっと開けたかった前回から。いやもう半分開いてる、何があんの、ココナッツいらね、何これ、やばい、バレる。ココナッツなん、ここなんか写真飾るのかな、そこに。これ何、あー、それが必要なんだ。そういえばさっきは見つけたけど今回見つけてないもんね、あれ。どこにあんだろうね、それね、わかんないね、まあ、とりあえずこれでココナッツは割れると、念願の。まあ、ココナッツ割ってもさ、結局ウェポンキーでしょ、また2回上がんなきゃいけないわけでしょ、でこれおばあちゃん来るでしょ。意外といけた、意外といける時もある。大胆さは時にこのように大切ということですよ皆さん。しかもここ隠れられるからね、きたー。これで多分だけど、あの壺落とすんだろうな。やんべ。で、壺落として、あの壺を下に持ってく？めっちゃ難しい。めちゃめちゃ難しい。なんてヒリヒリするゲームだ。これさ、当てれるかな、俺。あの下のところに合わせればいいんだよね。よしよしよし。
え、めっちゃ飛んでった。どこ行った？え、どこ行ったあれ。ちょっと待って。え、めっちゃ飛んでったんだけど。え？え？待てよ。あれ、どこ行った？回収可能？あそこか。これ一回置いて。ここに来て上に上げてこなきゃいけなくなった。まだ最悪ここ降りればいい。てか落ちればいいな。落ちて上がればいい。よし。いやー、このゲーム難しいな。ここに置いとこう。オッケー。2階に置いとく。エレベーターの近くが一番いいからね、結局。あるかなー。あ、あれも先に取った方がいいかなー。さては。あの壺も。先に割った方がいいんじゃない、あの壺も。ね、思った。ここは来れないから。でも水入れなきゃいけないわけでしょ。で、これ壺を2個集めた状態で俺も降りよう。いいぞ来てるねー。でも俺はエレベーター移動中だ。絶対に捕まらねえ。いいぞ。OK。で、あとあの木の板だよな、問題は。あれ、どこにあるんだろうな。ちょっと待って、どこだっけ。これでも落ちたら、あ、その部屋に行くんか。ここら辺で。くそ。ちょっと上だ。ちゃんと偏差があるわ。割れんなよ。おい、とんでもないとこに。ちょっと待て。おい、それマジか、マジか。ということですよ皆さん。あれは木の板を見つけないと取れないのでは。木の板、あの倉庫の裏かな、もしかしたら。マージか。いや、音立つな、音立つな。持っとくか。音立つな、音。これエレベーターの音一番うるさそうだけど。これ水入る？確認しよう、一回。入れた。なるほどね。持ってくと下まで。これ地下行くの怖え。戻んの怖え。最初の場所に。見られそう。あそこだって詰む。嘘でしょ。あそこ普通に積むからな。うんま、うんま、うそだ。来てしまった。うわー、どうしたらいいんだろうな、これ。むずかしさの塊。これはさすがに。待てよ。ここで、合ってるよね。合って、あ、ここにあんのか。てか、木の板。マジか。これ最初に見つけときたかったな。いや、展開としてはすげえ最高に進んでんだけどね、過去一。これ来そう。いない。これ先に持っていきたいな。これ持ったままエレベーター乗れんのかな。待ってよ。これドロップさせたら、音鳴るよね。多分来るね。拾って。じっちゃんエイム力上げてるから。気をつけて。じっちゃんの気をつけて。見られず行く。よし、完璧。これじっちゃんいないよな、さすがに。ここは徘徊しないはず。いない。よし。大丈夫だよね。よし、大丈夫。あれ、何？バグんな、バグんな、来い。置いてみよう、置いてみよう。置いてみまーす。置ける？置けた。これでいいんだよね。だ、もう一個だな、これだから。え？空だったりしないよね。え？え？空？これ水入ってないんじゃね？さっき死んだから。ああ、終わった。いやー、ちょっとこれどうしたらいいんだろう。じっちゃんならまだ避けれるのかな、ワンちゃん。これじっちゃんで捕まっても大丈夫なんだっけ？どうしよう。ああ、ダメなんだー。もう悔しすぎる。俺もうさ、1時間半やってさ、希望が見えねえんだ。みんな、グラニーだけにしていいか。いい、お願いします。さしてください。無理です。いや、イージーがイージーじゃないゲームってあるんだね。もうムカついた、本当に。あのじっちゃんに。こいついるね。こいつは大丈夫。でももう怖くない。はい、テディ、ここね。テディは上に搬送しよう。
おばあちゃん来るよ。でもおばあちゃん来るよ。どこか来るだろう、おばあちゃん。とりあえず外だよ。はい、近い。おばあちゃん来るけど、でも大丈夫。よし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 。いやー、でも2も1人だったもんね。やっぱ3難しすぎるな、これ。よし、とりあえず除霊しよう。除霊、こいつ除霊早くできるとでかい。OK。 でもおばあちゃん向かっては来てるから気をつけよう、そこは。これ入れると、おい。この BGM やめて。あ、ココナッツあの上にあるパターンだ、今回。へえ、そのパターンもあんだ。上ポンキーが手に入る、面白い。そのパターンもあんのか。ここ空いてるってことは、いるってことですか。いない。よいぞよいぞ。なんかめちゃめちゃ強気じゃない、俺急に。一人になった途端。いや、でも相当ね、気持ち的に楽。先見たこ、ここ。あ、マッチあるパターンね。でかいでかいでかい、木もあったもんね、下に。これでかすぎる、これでかすぎる。先にマッチ置いて、こう置いて、木取りに行くか。ウェポン取らずに、いや、ウェポン持ってきとこう、こっちへ。おばあちゃんいないよね、大丈夫だよね。よし、これ一回降りようか。あ、下来てないんか、おばあちゃんいないよね。これ音鳴ったから来るかも。下ろしといて、先木だな。木だよね。ココナッツは上にあったから、ここにもしかしたらハンドルない。オッケー。ハンドルがあるパターンもあるから、しっかり見とく。よし、来ないの、おばあちゃん。あ、バレたか。大丈夫、でも落ち着いて、落ち着いて。あぶね、あぶね、今ちょっと手こずった、あぶね、ギリ。あ、ちなみに皆さん、これね、今ね、スマホでやってるわけじゃなくてパソコンでやってんだけど、めちゃめちゃ操作性悪いんだよね。まあ、おじいちゃんはね、老人ホームで今外出中だからね。あ、 OK。 別に拉致したわけじゃないしね。 OK。 これちょっと鍵取りに行きたいのよ、先に。どこの鍵だろうな、これが。これが直で、あの、あ、直で倉庫の鍵だ。いい、運も味方してる。来てないよね、おばあちゃん。あ、行った行った、よし、よし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 。おばあちゃん、さっきよく森を痛めつけてくれて、ピロン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 。あ、やべ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 、ほんと引けた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 。バレたよ、なんで引けるんだよ、あれ。まあいい、俺は倉庫まで一直線だ。で、ここを開けると、この超でけえ南京錠、何が入ってる、これ。何、パッドロックキーって。あと、ここはこの線が足りないわけでしょ。パッドロックキーって何の鍵だ。あ、あれかな、下の鍵かな、もしかして。下にさ、なんかさ、あの水を置くところ、壺の水を置くところさ、実はさ、なんかなんか鍵みたいなのもあったじゃん。それだったりするのかな。じゃあ先にそれ開けに行ってみる、一回。ここでおばあちゃん巻く方法あんのかな、これだってする。ああ、なるほどね、開いた。何これ、どういうこと。こっからはあれか、これやんなきゃいけないパターンか。これ来そうだな、おばあちゃん。まあ捕まってもいいか、一回くらい。そういう心の余裕すらある。 OK。 でも本心は捕まえたくないけどね。でもいけそう。よーし、おばあちゃんどこにいんだ。待てよ、なんもないか。やべ、石だけ取りたいな、石だけ。石取ってエレベーターで上上がって、ココナッツとあれだね、あれだけ取ろう。ここはおばあちゃん来れないっていう安心感から、ちょっと油断してしまうが、危険だから気をつけよう。あ、そこにもあんのか。撃つよー、ちょっと上なんだよね、これで。 OK、 完璧で、落ちて、そこ行くんだよね。まあ、割れなければいい。で、あそこだ。これ当たれるかな？結構下がるよね。オーケー、うまっ！これかな？よっしゃ！で、これはもういらないと。よし、じゃあちょっと木の板持ってくるか。木の板。
そしたらここ来れるもんね。機内で運んでこれんのかな、このエレベーターで。あれで取って、あの奥の部屋もまた行ったことないのか。そういえば俺初めてあるもんな、この木。よし、でこれはあらかじめボタンを押しとく。よし、やってみよう。ここだよね、できるよね。あれ、え、できない。さては、あれここじゃない。え、ここじゃない。あ、ここじゃないんか。あー、逆側ってこと。確かに割れてるところはもう一箇所あったんだけど、そっちか。いない、ここだ。ここ、ここ、ここここか。なるほど、はい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 。で、これゲットと、あとこっちもいけるよね。はいはいはい、そういうことね。これ一回置いて、落ちる、来そう。なるほど。え、これもう全部アイテムゲットした感じか。これがあの下と、これでも落ちたら死にそうだろ。あ、大丈夫だった。主人公空気になってる、なぜか。いつの間にか。これは下で使うわけだから、投げ入れとく。で、この花瓶も下で使うわけだもんね、結局のところ。だから、持つけど投げ入れてよしと。これ音につられておばあちゃんはどこに行くんだろう。ココナッツも下だもんね。よしバイバーイ。攻略してるよ、順調に。よっしゃ、ココナッツも投げ捨てる。このエレベーターシステムいいわ。これなかったら絶対無理だったな、このゲーム。どうだ、どこ行ったんだろう。あー、今仕掛けて落としたな。これ下降りた時ヤバそう。てかバグってねえよな、下降ります。よっと、あれ、あらら、よかった、びっくりした、消えたかと思った。あー、仕掛けてんねー、罠。これ順番的には、待てよ、先にココナッツ割った方がいい気がする。おばあちゃん自分の穴に引っかかんないのかな。よし、ココナッツ割ってみよう。割る。これで出てきた鍵はセーフキーだ。やべ、バレたか。左回りね、セーフキー開けに行こう。よし、2階だもんな。いいね、こんなに楽。あー、やばい、あー、やばい。あー、くっそ、忘れてた忘れてた忘れてた。いや、こんなに死んでも嬉しい日ないわ。まだ2日目よ、まだ2日目。いや、一回ちょっとリセットできて嬉しいわ、むしろ。なんか、すっきりした気持ちが。うん。ありがとう、おばあちゃん殴ってくれて、頭を。頭ぶん殴ってくれてありがとう。よし、セーフキー開けちゃうか。開けて、何が入ってる？あー！なるほどね。発電機みたいなやつか。これがさ、どこに繋がってんだろう。あの上の4階にあったあの発電機的なものかな、多分。くっつける、起動、すげえ起動された。でだ、多分そうなんだろうな。一応線繋がってるもんな、しっかり線とか繋がってんだよ。ショットガンどこ。あ、でもショットガンなくなってんね、そういえば。ショットガンの弾、あれ、ちっちゃいようなの、もしかして。ショットガンの弾って、これ先につけに行くかあの落ちてるやつってじっちゃんよ、それとも。分かった、じっちゃんを倒したりしたらあれだったのかな、ゲットできたら。ほんと奪えたのかな、ショットガンを。でもショットガン奪われた時のおじいちゃんってもうただのおじいちゃんだから、なんか逆に夢壊さなくてよかったかも俺は。じゃあこのシマウマ、シマウマズボから入った。ん？うん。ああ、落としちゃダメと。落としたら水がこぼれちゃうよって書いてあったね。怖っ、ここ。ちょっと怖いんで、こっち回りで行きます。一個置いてみよう。よし。どっちかな？正解とかあんのかな？こっちじゃない？あ、置けた。ああ、沈んだ。やっぱそうだね。二個置くんだな、これで。オッケー。置いてみよう、二個目も。入れてと、オッケー。で、今、さっき追われたから、
外にいると思うんだよね。でももしかしたらもう戻ってきてる可能性はある。あ、置いてるね。罠の音聞こえたね。今どこに置いた罠？外か。でも木の、はい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 、2階へと。よし、これいけるな。置くだけで開くんだよねこれきっと。はい、置きます。置いた。どうなる？おお、ヒューズ。あー、で上の一番上のあれか、一番上の発電機か、ヒューズってことは。なるほど、最後だなこれきっと。はい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 、いってらっしゃいおばあちゃん。はい、さよなら。よし、揃った、役者は揃った。あとなんかアイテムが必要とか言われても俺知らん、俺は知らん。これ待てよ、罠仕掛けてないな、暗くて見えねえ。まあいい、罠があったとしても関係ない。待てよ、あとここ開けて、ここのことだよねヒューズって。あっ、なんかカメラついてる。あ、やっぱそうじゃん。来た。で、あー、行った。連打しまくれ。意味ないけどね。よしよしよし、あとは、あとはもう下降りるだけ。よし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 、これ逃げれる、これ逃げれるぞ。おばちゃん来んなよ。いやもう最悪来てもいい、あと2日あるから、あと2日のうちに逃げればいいだけ。待てよ、まあ、ピアノ弾いておばあちゃんをあえてこっちから上がらせて俺はエレベーターでっていう手もあるんだけど、行かない。俺は真正面から堂々と行く。おばあちゃん今までありがとう、世話になった。おじいちゃんにもよろしく言っといてくれ。でも銃は取り上げとくように。よーし、やったー。頑張ったー。2時間かかったぞ、2時間かかったよ。開くよね。来たー、やったおい、なんかおじいちゃんの銃だけ浮いてるぞ、なんか怖っ。何、おじいちゃんの銃だけ浮いてるけど、いや目だけある、目と銃だけある、どんなジエンド。ということで皆さん、ちょっとねおじいちゃんはね目と銃だけじゃの状態でしかねクリアできなかったんですけど、いやよかった、グラニー3クリアできて、まあ、皆さんもぜひねやってみてください。はい。まああまりにも鬼畜なんでね、ほんと気をつけてください。でもすっきりしたわ。よし、じゃあ皆さんグラニー4でお会いしましょう。もう次敵が4人とかになったら絶対無理だけどね。